新生とは、日本タバコ産業が製造、販売していたタバコの銘柄である。ソフトパック。発売時は、両切りタイプであったが、末期の2016年6月以降から、フィルター付きタバコになった。タール2 2ラムニコチン1 6ラム日本専売公社が発足した1949年6月1日に、発売された。 戦後復興を背景にした新銘柄として、新製の名称を与えられた。旧産休品と呼ばれる製品の一つ。1950年代には、それまで人気のあったゴールデンバットに代わって、大衆向けの人気銘柄となった。1950年代中期には、原料用不足で、ゴールデンバットともども潜培校舎の生産、供給能力が追いつかず、 タバコ店でも品切れが多発して価格の高い憩いを求めざるを得ない事態が起きた。当時参議院の大倉委員会でもバット、新生徒銘柄を名指しして供給不足が問題に取り上げられた事例があったほどである。2016年には発売以来初となる改良が発表された。ゴールデンバットと共にフィルター付きになりタール値は2 2ラムから1 5ラム ニコチンチ1 6ラムから1 0ラムへ変更となった。また、価格は30円高い280円となる。2018年4月1日より1箱350円となる。2018年10月9日に JT より同年12月以降、在庫売り尽くしをもっての廃止が発表された。パッケージのデザインは、オード色と茶色の地を基調に赤色で、 神聖という、細いローマ汁粉が入ったものである。ありがとうございます。